郡司選手に次の戦いにつなげられたらいいかなと思ってます。楽しみにしておいてほしいです。オス、ウィザードトーマです。まず、前回の結果を受け、このような素晴らしいカードを組んでくださった、K-1 グループに感謝しています。僕は今のポジションに甘い気持ちでやってきたとは思ってません。でもまだ僕にはまだまだ力が足りないんですけど、まあここでしっかり勝って次につなげようと思ってるんで楽しみにしておいてください。オス、対戦相手の、印象を、お願いします。トーマ選手からお願いします。印象は、まあ、実績も、実力も、世界基準の選手だと思ってるんで、そういう選手をやらせてもらいたい、光栄だと思ってます。すみません、トーマ選手にお聞きしたいんですけれども、まあ、対戦相手のビュー選手はこの間チャンピオンの郡司選手とやってる選手ですけども、まあ、そこを踏まえてこうどんな試合をこう今回見せたいというふうに考えていらっしゃいますか？そうですね、まあ、弱い相手ではないんで、しっかりその郡司選手も圧勝というわけではなかったんで、僕がここでしっかり圧勝してその郡司選手に次の戦いにつなげられたらいいかなと思ってます。トーマ選手にお聞きしたいんですけども、まあ、前回、矢本選手に敗れてしまったわけですが、その試合でこう何をこう学んだ、もしくは 何を思ったっていうのはありますか？そうです、僕ここ数戦チャンピオンとかほんまに世界のトップの選手ばっかでやってるんで、まあ、試合やるときって絶対みんな負けへんと思ってやってるんで、その負けたときはめっちゃ悔しいですけど、でもそういうトップクラスとできて僕はいい経験やなと思ってますね。はい、タイ人選手と戦うのは初めてですよね？あ、タイ人も初めてです。はい、なんかこう、まあ、ムエタイ選手ってやはり独特のこうリズムですとか距離があると思うんですが、そういうものに対して自信のほどはどうですか？そうですね、まあ、タイ人やからといって僕がスタイル変えるわけじゃないんで、いや逆に僕はやりやすいかなと思ってるんで、まあ、楽しみにしておいてほしいです。